ザップですオリジナルですオリジナルを。じゃあまずは自己紹介お願いします。はい、デンジャー事務所のこのアズです。はい、アズ選手です。はい、今日はナオ選手と試合決まりましたが、はい、まずはどうですか。早く試合に出てます。ああ、ナオ選手の印象は、あ、前に出てくるアグレッシブな選手だなと思ってます。なるほどなるほど。今ね、ちょっと連敗中ですもんね。そうですね。ね、なんとか次勝って3勝目。勝ってたらあれランキングですか。そうですね、ランキングですね。ミネルヴァでは一応3勝するか、はいはい、ランカーに勝てばランキング入れる感じですね。ランキングがかかってる試合ですよ。はい、なおですね、早いですからね。早いですね。対策は大丈夫そうですか。対策は大丈夫です。大丈夫、はい、どう見てます。そうですね、やっぱスピードある選手ですけど、うん、やっぱりアズ選手もやっぱローキックとかパンチいいんですけど、なんか、ね、悪い時はすごくパンチ一辺倒になっちゃったり、蹴り一辺倒になっちゃったり、ね、そういうのがあるんですけどね。ちょっとね、翔子選手と戦った時をあの思い出してもらえ、あ、翔子選手じゃない、ごめんなさい、なんか、え、セリ選手と戦った時は、あのね、あの時をちょっと思い出してもらって、あ、ちょうど見てきたわ今日、うん、2日目ね。そう、あの時みたいな、パンチでダウン取った。そうそうそう、あの時みたいな感じでやってもらうといいのかなと思いますね。なんかで、ね、最近やっぱちょっと負けちゃってるから思いっきりがなくなっちゃったっていうか、その辺をちょっと出してもらえたら僕はいいんじゃないかなと思います。はい、僕はどれだけ前を詰めれるかだと思ってます。はい、ということで見ている方にメッセージをお願いします。はい、ツルダップです。今日は、はい、ほっといていきましょう。はい、はい、頑張ります。はい、応援お願いします。シンプルですね昨日のでも軽量の写真結構良かったです。良かったですね。あれですか、今回のサムネです。うん、わーい、まあ、ちょっとセクシーな感じが出てましたね。そうですね。はい、はい、ということで勝ってまたコメントできるように頑張ってください。はい、ということで、アズ選手でした。ありがとうございます。ツルダップです。はい、ではまずは自己紹介お願いします。はい、アクスジムのナオです。はい、ナオ選手です。ナオ選手、前回のあのミネルヴァの何ですかあれ、大会びっくりしてるでしょ。名前の先、ゴッドネスオブビーナス、はい、すごいデビューしましたね。ちょっとね、印象的な試合でしたね。はい、ちょっとこっち行きますね。はい、ということで前回ね、ちょっとインパクトかなりあって、そうですね、強いと思いました。あの組んでからの膝が速いですね。あと足が、組んだ距離感がすごいですね。前回の試合が決まってから首相撲練習しだしたんですよね。そうですね、はい、それであんなに強いっていう。一応ね、前回の大会終わってちょっと気になる2選手のうちの1人ですよ。僕の中で MVP だったんですけど、うん、MVP ね、ちょっといろいろ誰に渡すってなった時に僕はもう彼女に入れたんですけどね、ちょっといろんな票が分かれてしまって、はい、まあ僅差で、はい、今里選手になってしまったんですけどね。なってしまった、言い方、いや言い方よ、ね、すごいいい試合だったと。どうです、今日アズ選手ですが、どうですか、はい、印象というか。すごい圧のある。ああ、はあはあ、確かに。苦手なんですけど、頑張っていこうかなっていうふうに、はい、思ってます。なるほど。はい、気持ちは負けずに頑張ります。今日一応あの先ほどインタビューの前にちょっと面白いことを5個考えててくださいって言ったんで、一つだけ出してもらって。というか今何歳になるんですか。初めて見る方は。あ、ごめんなさい、ツルタップさん多分初めてだから、するあのめちゃくちゃにあれなんですよ、滑舌悪いんで、分かんないとき入って聞かないと流されちゃうんで、普段はテロップは入ってて分かるんですけど。分かってる、分かってる、はい、普段何されてる方ですか。普段は今所属しているジムでアルバイトしています。あ、そうなんですね。でもキック付け。そうですね。おお、なるほど、はい、なるほど。なんかないですか、あの戦う丸巻みたいな、なんかこうキャッチフレーズ、キャッチフレーズになるような何か。前は栄養士、はい、栄養士ちょっと弱いですね。ちょっと弱いです。ちょっとダメです。違うな、はい、わかりました。じゃあ、ちょっと意気込みをお願いします。まだ2戦目なんですけど、後楽園ホールで
戦うこと、ありがとうございます。呼んでくださってありがとうございます。ちょっと頑張っていくので応援よろしくお願いします。はい、ちょっと緊張してますけどね。はい、ね、うん、はい、ちょっとインタビュー初なんで。そうですね。はい、うん、すみません。いえいえ、まあ、これから慣れてってもらえれば。断ってもらっても大丈夫なんで。あ、なんか、はい、あのね、ネットコメントがあるのでね。別にこれ皆さん見てる方に言いたいけど、無理やりじゃないんで。強制じゃないんで。ということで、はい、出ない人は全然構わないです。ということで直選手頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、続きまして第2試合。ミネルヴァ白鵬級2分3ラウンド両選手入場です。
器用で初めて器用で倒せて嬉しいんですけど、結構課題が残って
一つ一つ課題を潰して練習していけたらと思います。素晴らしいコメントですね。いや、首強いですね。いや、ね、なんかね、元ジャパンキックのチャンピオンの石川さんから、石川直樹さんから習ってるという。なるほど、いつもね、K1 系のジムなんですけど、K1 グループに参戦してる。ミネルバ向きですね。え？ミネルバ向き。そうですね、こんなに強いとね、首で、ね、次の対戦も楽しみですね。そうですね。はい。はい、そんな直選手、おめでとうございます。ありがとうございました。スルザップから。スルザップから。おなんと、なんとサルダップ T シャツです。はい。ね、ゴミ箱すぐそこにあるんで、全然 OK です。はい、ありがとうございます。ダイソンメルカリに出した。はい、いや、売れないんで大丈夫です。大事に使わせていただきます。ということでね、アズ選手ね、あまり KO 負けないんですけど、こんな状況で、ちょっと僕もびっくりしました。ちょっとね、今肩にテーピングしてるんで、ちょっとピッチングしていたんですね。左利きじゃなくて。はい、じゃあほっといてですね。はい。じゃあちょっと見てる不安の方にメッセージお願いします。はい、まだ2戦目で駆け出しですけど、これから頑張っていきたいと思ってるので、応援よろしくお願いします。はい、今後楽しみですね。そうですね、これで2戦2勝。ちょっと、ミネルヴァにまた出てもらって。いや、もう、あのね、マリ選手が返上するっていう今話が出てるんで、ちょっと2回ぐらい勝てばタイトルマッチっていう話も出てくるかもしれないんで、どうですか会長、総理大丈夫ですか、ま、ファイトマネーか、いいコメントするな、ということで、はい、青選手でした、ありがとうございます。ありがとうございました。